どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。イソフラボンにイニシアチブを取ることでインタラクティブな関係の構築に成功したさやです。早口言葉かな。素晴らしい。なんだ意識高い社会人みたいなこと言わないでよ。ありがとう。実際どういう意味なの。エソフラボンにマウントを取ることで お互い分かり合えるよねみたいな。分かってねえじゃねえかなもうということで今回やっていく企画はこちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、さっと火を通さざるを得ない。これすごい気になって、これやばい、到底到底ウインナータコさんウインナー。そう、とうとうさをこう噛み締めてるね、タコさんウインナーたち。到底ですね。はい、まあ、ということで今回はこちらでございます。ルームツアー、イエーイ。はい、まあ、ということで、はい、今回はですね、結構これあのいろんなお絵かきのリクエスト以上に多い、はい、リクエストでした。でも夏目さんちって、うん、あれなんですよ、おしゃんじゃないんですよ。言ってしまう木こりの家みたいな家なんです。木こりの家は逆におしゃれなんじゃないか、それ。なのでちょっとあのお見せできるところに限りがございますが本当に、はい、あと掃除したのよ。そう、めっちゃ掃除したんだけど、今日この動画を撮るためだけに、あの今いつもはゴミ屋敷みたいな家をあの限界まで掃除したのね。ぜひちょっとご紹介させていただこうかなと、うん、はい、ということで今回やっていくのは夏目さんちのルームツアー。ふぅー、キャッソル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 。まあ、ということで夏目さんちはですね、まあ、絵描き兼 YouTuber みたいな特殊な部屋なんじゃないかなとは思いつつも、うん、まあ、いつもどんな環境でやってるのかっていうのをじゃあ今からね皆さんに見せていきたいと思います、はい、思います。皆さん目を保護するメガネのご準備をどうぞよろしくお願いします。どんな映像が流れるの今から。右手にはごぼうを構えておいた方がいいですよ。なんで最初の仕方が。みんな気をつけて。前に気をつけた方がいい。さあ、ということでここからカメラが離れていきます。カメラが歩いてる。歩いてねえよ、俺だよ。狂った世界観急に作るのやめてくんない。さあ、ということでいつもね夏目さんちが撮影してる環境こんな感じになっておりました。なんか強そうだよね。はい、ちょっと今あれだね、撮影用に場所やっちゃってるから、はい、うん、照明がこんな感じになっちゃっててなんかごっつい部屋になるんだよね。あの全体的にこう上の方に光を飛ばして強めの光を上にこうやって当ててる状態でいつもここを撮ってるんですよ。でここのカメラ、はい、真上にあります、はい、真上にあるカメラが真下のところをこうやって映してるわけですよ。でで、ね、あとマイクがこことここで2本あるみたいな。そしてもう一個ここにカメラが、はい、今この歩いてるのはこのカメラです。やっぱり歩いてるんじゃないですか。うるせえな。あ、待って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 。いや、インタラクティブ。あ、こいつ調べてやがった。こいつ。やだやだ。カンニングしてたこいつ。え、知らない。さやさんがそんなカンニングが知らない。そうやったね、さやさん。夏目さんちですよ。なんで今宣伝するんで。ここ見てる人みんな知ってんだろうなって。はい。まあ、ということで、はい、デスク周りはこんな感じで。そうですね。皆さんが見てる風景は、はい、実はこんな感じになってたよっていう。ここ実はこういう。だ結構ね、前、ヴィランの動画かな、うんうん、赤ずきんちゃんとかのグリム童話ヴィラン化の時にみんなびっくりしてたんだけど、意外と。あ、そうね。え、機材ごっつくねみたいな。なんか夏目さんちもっとこたつテーブルみたいなとこ撮ってんのかと思ったみたいな。意外とちゃんとしたところで撮ってるんですよ。いや、違うんですよ。はい、ほら、機材オタクなんですよ、このおじさんが、ね。源さんがね、お金貯めて、頑張って、機材を揃えたいみたいな、そういうやつなんですよ。だってメカ女子好きなんだから現実のメカも好きに決まってんじゃんみたいな、そういう話なんですよ。え、ちょっと怖いですよね、うん。はい、じゃあこれどういう配線になってるかってみんな気になる。多分みんな画材だな。配線気になんねえか。どうやって繋がってるのか、ワクワクしちゃうなってこのチャンネル見てる人で多分いないと思う。絶対ないよね。え、でもね、結構マニアックな人いるのたまに、あの夏目さんちの撮影環境どうやって繋がってるのか気になるっていうコメントが、うん、1000件に1件ぐらい来るのよ。来んのよマジで。はい、まあということで、うん、一旦ざっくりいくと、この上のテレビモニターみたいなところでこの僕たちが撮ってる映像が出るんですよ。楽しいこと。なんでだよ。なんで現実逃避始めるの急に。で、ここにあるのがあいつです、ほら。お、あの書いてた、ね、そうです、僕がカスタマイズしたスイッチここで使ってます。おー、で、さやさんのスイッチはここにあるんだけど、またくっつけてない。そう、まだね、未だにクリアコート吹いてないんで、ここ入れるとハゲちゃうからやってないんですよね。はい、ちょっとこの部屋今一旦この撮影モードになってるから冷たい感じになってるんで、ちょっと一旦あったかくしましょう。さやさん映ります。ひゅー、なんでその動画。
もう一回全体見せますね。こんな感じになってます。じゃじゃーん。はい、こんな感じの部屋です。ちょっと今明るくしてます、部屋を。やべえやついるじゃないさあ、ということで、じゃあね、次はどこにします、さやさん。弦の部屋。え、僕の方から行く。そうさ。あ、でも待って、ここのさ、いつも使ってる画材はこの辺から引っこ抜いてます、僕。あ、ほら、これ蛍光ペンでしょ、はい、これはいただき物のペンですね。はい、これリスナーさんにいただいたペン、はい、たくさんいただいてて本当に助かってます。あとマスキングテープもね、おでデニーのね、カンカンに。そうね、はい、いただいたものとかも入ってます。全部入ってますね。ありがとうございます。ね、ゲーム実況の収録もここのモニターを見ながらやってて、うん、その時はこのカメラを邪魔だからどけてるみたいな。ちぎってます、はい、お料理動画もここで撮って。撮ってねえだろ新しいジャンルつけんの。であとここにも、ここさやがいつも書いてる方はこっち側、ね、みんな見てる右側にね、はい、さやさんいるので、さやさんが撮影の時は大体これ使って、はい、まあでもここら辺見てるのは大体ゲンさんのものですね。まあそうだね、僕のやつをさやが勝手に使ってるみたいな、そんな感じですね。であとは生活感あふれる感じが、ケア三重心みたいな、はい、で原産スペースでございます。原産スペース上からこんな感じ。昔はここ海だったんですよ。違うよどんだけの年数の単位で紹介してんの、ね、間違ってるとは言えないわ。広く見て海、広く見すぎで、そんなことよりもなんか来たんですけどねえ、わらちゃん、これがわらちゃんです。これが真のわらちゃんです、はい、わらちゃん、わらちゃんかわいいうるせえな、ピオくんみたいに出てきたぞ急に。はい、これがわらちゃん。そしてわらちゃんがあの上に映ってるんで、すごい変な画面になってます上が。まあなんかいつも僕のところでだいたい機材関係は管理してて、はい、うんうん、まあ簡単に言うとこれがこの辺間にマイクをつないでマイクをあっちに送ってるみたいな感じです、はい、でカメラの映像も全部これです。これがビデオスイッチャーってやつで、それぞれスイッチを押すと画面が切り替わるようになってるんですよ。1番だとゲーム画面になって、4番だとこのカメラの画面になってみたいなやつを、まあ、管理してるっていう感じですね。はい、パソコンは iMac ですね。もう僕 Mac 信者なんで。昼飯も Mac 食べてますね。そういうことじゃねえそういう Mac じゃねえで、あとこれあれだ、これあのペンタブ、液タブのペン、うん、いつもここに置いてます。これが何、これ、あ、これがモニター用のヘッドホンですね。そうですね、おしゃれです、つけるとお前ヘッドホンなんだと思ってるあ、僕これあと上だね、ここが、うん、それ普通のね、デスクライトなんだけど、デスクライトがこのなんかアーム式のデスクライトをデスク横につけてて、基本的に僕絵描くのここなんですよ実は。でこれで手元を照らして明るくする。そう、ここちょっと見てほしいんですけど、ちょっと引きで見ますね。もともと押し入れだったのを、はい、襖外しちゃって、そうなんですよ、襖を外して、まあ、どこ一体その襖が何に使われたのかもしかしたら、うん、知らない人はこちらの動画です。こちらの動画で使った襖は、はい、これ和室なんですよ。そうなんです。そう、和室の襖を外して、なんか壁紙貼って、なんかそうそう、なんか壁紙貼っていい感じになったんですよ、ね、だからこれ結構ね、あの襖家にある人っておすすめだなっていう、この方法、ね、でこの上にあるのが結構前にリスナーさんにもらったマーベル、マーベルのぬいぐるみとかね、人形たちですね、うん、この辺はもう僕の本当に自分のところなんで趣味ゾーンで、ブレードランナーこれ大好きですね。かっこいい、ライオンゴズリング、はい、であとはもうこっからはもう大好きなメビウス先生の漫画です。大判の漫画たくさんこの辺に、ここにもあるね。あと大好きな無印良品です。いや、これあの企画で買ったものとかがまだここ、ね、使ってないやつは全部ここに置いてありますいつも。なんでいつか無印のなんかが上がるかもしれない。あ、でこれ自由すぎるちょうだ、自由すぎるちょうサンプルです。サンプルがいます、ここに。おお。あ、大変なもん見つけちゃった、さやさん。お、やばいよさやさん。この企画はゲーム実況チャンネルで数ヶ月止まっているやつじゃないですか。2020年7月って書いてますね第1回目7月だったんだ、これちょっと意外たいですね。やばいな。あとこのテーブル、あ、で、あとこれあのちょっと前にやった企画の、はい、テーブルもちゃんとここで、学校の机ですね、ここで使用されてます。鉛筆削りのしのぎくんです、はい、しのぎくんっていうのは今初めて聞いたわ。しのぎを削るしのぎくんうるせえなあ、で、あとここがあれですよ、さやさんが勝手にどんどん増やしていく、はい、そうなんです。さやさんがどんどん増やすフィギュアゾーン、これお父さんからもらった炭治郎、あ、ね、炭治郎。あとはさやがいろんなとこ行った時に勝手に引いてるハム太郎とか、はい、あ、これはいただき物のサンズちゃん、ね、あ、そうだね、ガシャポン回す癖があるんだよね、こいつの。そうそう、すぐね、あとこいつ叩くとさ、うん、光る。あ、そう、こいつ叩くと光る。あ、光った、光った。で、これ盾ですね。そう、これが銀の盾です。イエーイ、ありがとうございます。皆さんのおかげでいただけました。はい、ただあのゲームチャンネルも本当はもらえるはずなんだけど、未だにもらえてません。何なんでしょうね、何なんでしょうね。はい、これもメビウス先生の大好きな作品ですね。あとも下はもう完全に趣味です。はい、もう大友勝弘先生、大友先生とかリトルサンダー先生とか、あと寺田先生とか、もうなんかもういろんなやつ、ね、
ただこれ2階の漫画の部屋にもたくさん画集あるんだけど、これはなんかすぐ見たい人、そうすぐ見たい人、うん、なんかもう気持ちが弱ったら見たい人だし、いやそうそういう感じ。じゃあさやさんゾーン行きますか。あ、さやさんゾーン行く前にあとこの加湿器ちゃんですね、勝手に喋る加湿器ちゃんです。はい、撮影中も喋るからたまにビビります、はい、たまにビビりますね。忘れられてるのかなって、消してると喋りますか。いやそうじゃあさやさんゾーン行きますか。ここさやさん家です。はい、ここさやん家です。これいつもさやがお茶飲んでるカップです。はいはいはい、これあのペンタブのペンタブのペンタてがこんな猫ちゃんに刺してる感じですね。いいこれおやつ、あおやつ入れ、そうそうおやつ、あのおしゃぶり昆布とか梅ばっか、梅ばっかり入れてあとこれは DHC の、 あのリップバームです。そう最近さえすごいあのビチョビチョにリップだったよね、うん、なんかもうボチョボチョなんだよね、うん、口が。でこれスキャナーね。あスキャナー、はい、これでいつもあのカラーイラストとか、そうね、あのあとラフとかをスキャンしてパソコンに取り込んでなんかこう修正したりとかしてますね。なるほどね。であとこの辺はさえさんの好きな方のイラストレーターさんの画集とかね、民族衣装のやつとか、ああ好き、クロッキー帳みたいなね。あとさやのカラーイラストいつも入れてるの、そのバインダーか、お仕事とかで描いた絵とか。ごめんなさい、これちょっと5トンぐらいあるんで。ねえだろ、なんで今ふざけ、いらねえだろそのボケじゃじゃ、はい、そう結構なんかお仕事で描いた絵とか、あと YouTube で描いた絵とかも全部ひっくるめて、うん、そうこんな中にちょっと見せて。これあのあれです、僕が気に入ってるけどさやが一向に世に出してくれたイラストですね、はい、であほらグッズのイラスト、あグッズのイラストもここに入ってるんですね、はい、まあ、今まで描いたイラストがいっぱいあるわけです。そうこれちょっとまたあの要望あったら紹介する動画作るかもしれません。でこう椅子をこうくるっと変えてこっちが絵描くゾーンです、はい、あそうねドライヤー、あいつも使ってるドライヤーがこちらですね。ドライヤー、穴の開いてる障子、はい、わらちゃんが開けましたね、かつて登りましたね、ここ、はい、最高記録なんでしょうね、ここ、あわらちゃんの最高記録ここですね、はい、でなずめさんちゃんなんかあの、はい、ここで撮影してるから窓はもうシャッター常に閉め切りなんですよね、この部屋、この部屋は完全に日の光とか絶対入らないようにシャッター閉め切ったりとか、あとここも窓潰しちゃって、そう窓ないんですよ、そう、はい、であとこれがあのいつも使ってるカラーインクと、まあなんかこうお皿とかそういうまだ使ってないやつとかが、はいはいはい、でこれが主に画材とかがいっぱい、もりもり乱雑に画材が入ってますね。そうですね、透明水彩とかこことかね、これポスカです。じゃじゃん、はい、よく使うポスカ、はい、細い方がいっぱい使うから細い方がこうやって大きい箱に入ってて、ね、ちっちゃい方にあの太めが入ってます ね、 ね、であと色鉛筆は2人ともこの、あそうね、プリズマカラーのやつを最近はリエさんの方が使うね、僕はね、ただねこんなにたくさんの色買ったのに使う色本当にプリズマカラーの4色ぐらいしか最近使ってなくてもったいねえなって思いながら、ね、ドピンク愛してるもんね、ドピンク大好き。あそう、さやがいつも使ってる紙はこのミューズ社さんの D アートと B アートってやつね、うん、そうね、はい、で奥になんかあの転がってんのがあの一層思い切って買ったアルシュっていうクソ高い紙です、はい、でもなんか買う使う勇気がなくてあそこに封じてあります。でその前にわらちゃんのキャットタワーがございます、はい、こちらキャットタワーです。ちょうどあのわらちゃん帰ってきてくれました ね、 ね、青い部分は先代のキャットタワーのわらちゃんが一番好きだった場所ですね。それをキャットタワーをちょっと低くしようと思って、わらちゃんそろそろ年になってきたからあんま上から、うん、あそうそ う、 そう高いとこから着地したらね良くないかなっていうことで登りやすいしね、そう低くしたんですよ。で、あのいただき物でもらった、あそうです、これあの先日あの集英社さんでいただいた炭治郎です。あれ集英社のやつも出た後だもんね、多分多分ね、多分出た後、うん、でこれが買ってまだ読んでない漫画、そうこの辺が買って読んでない漫画ゾーンですね。そう私が大好きな煙と3つとか、あとデスノートのあれだ ね、 ね読み切りだねこれ、うん、短編集かとかもね、こんな感じかな、とりあえずこの部屋は。そうだね、そ、うん、全然広くないんですよこの部屋。一寸帽子だったら結構でっかいと思うんですけど、一寸帽子だったらどこもできえよ。あーかわいい、見てもうこれルームツアーじゃなくてよくない、もうわらちゃん、わらちゃんツアーする、急に趣旨おかしくなった、わらチャンネルだよこれは、かわいい、わらチャンネル作るか、わらチャンネルだよ、大丈夫、本当にわらちゃんだけになりそうだけどこの動画。かわいい、世界で超かわいい、めちゃめちゃかわいいな、でもえ、てかなんかみんなに顔見せるの初めてじゃない、ちゃんとね、わらちゃんちょっと見られちゃってるよみんなに、大丈夫噛まないでください。はい、まあこんな感じでした、作業部屋はこんな感じ、作業部屋はこんな感じ。さあここから、はい、リビングです、リビングです。っていうかもう今回見せるのはここが最後かな。もうここからおまけみたいなもんなんですけど。はい、だってもうここからさってさ、はい、他の YouTuber さんとかさ、ここトイレですとかさ、うん、ここすごい綺麗なとこね。ファンデスキンケア使ってますとかってさ、うん、こうおしゃれにご紹介してるけどさ、はい、もうここの部屋出たらもうダメ、はい、もう常人が立ち入ったら。そう、死ぬとこだから。その毒の沼地だから。はい、じゃあ行きます。はい。こちらです。ででででで
こちらが夏目さん家のリビングでございます、まあ、ここに帰ってきてすぐに、はい、ここのコートをかけるところに服を戻さないと私たちは服を片付けないので、そのレベルでズボラなので、はい、はい、これグッズのバッグ普通にもう使ってますね、はい、日常的にレンコントートここにねさあ、であとはここが、はい、こたつテーブル兼なんか木のケーブルみたいなやつ。そう、だいたいご飯ここで食べてます。そう、だいたいご飯ここで食べてます。あ、イタドリくんがいるじゃないですか。あ、そう、あれもあの主演者さんからいただきました。イタドリくん、あのまん丸なので自立ができない。そう、自立ができないのでそこに座ってもらってまあ、ということでこちらです。この作業部屋からすぐこっちがもうリビングになって、はい、こんな感じでつながってますね。最近なんかあんまりここでもう映画見る時間とかもないけど、ここで陶芸したりとかしてます。してねえだろなんで急に職人部屋みたいにできるの。でここでいつも2人でゲームするときはスイッチドックをリビング用にも用意してるので、ここでこれカードゲームとか、そう、いろんなカードゲームとかここにある。ちょっとごちゃごちゃしてますけど、そう、まあ汚い、まあ生きてるんでね生きてるとごちゃごちゃするんですよ。さあ、そしたら次いきますか。あとね、撮影で作ったものとかは、そうね、いろんなとこに置いてあるんだけど、置けそうなものはここに置いてたりしますね、はい、PS5 のコントローラー、いまだに PS5 変えてないんで、はい、あとこれベコちゃんね、福島の旅過ご紹介した時も、うん、その後なんか倒れたジェラトールこれはね、あの結婚式の次の日に買った。そうです、結婚式の次の日にディズニーシーで買ったジェラトールですね、はい、でもね、あの触らないようにしてるからね、ちゃんと、はい、結構綺麗だよね。そう、毛がピカピカで、ちょっとお気づきの方は、まあ、いないかもしれないですけど、うちは非常にひまわり製品が多いんですよね。いや、そうなの、ゲンさんがね、毎年ひまわりをさやにプレゼントするっていうなんか習慣があって、そう、結婚ここ記念日とかね、誕生日とかにでっかい、そこもこれもひまわりのリースだね。だから5個ある、今5個か、あっちにもあるんですね。そう、はい、でさやのシルバニアシリーズこちらです。ここで積もってますが、ちょっとね、ちょこちょこさやが買ったり、あとね、あとはね、いただいたりとか、そう、あと子供の頃のやつを実家から持ってきたり、ほら、殺意の高いお父さんだよ。そう、これ殺意の高いお父さんは僕が勝手に持たせちゃったそう、あとね、プレゼントでいただいたりとかで、プレゼントでいただいた、リスナーさんにいただいたシリーズもありますね。この辺にかわいい、あとはこの辺にボボ様、うん、ここにボボ様、はい、じゃあ、あとみんなからもらった手紙が夏目さんち心が弱った時に見れるようにすぐここにあります。そうですね、はい、すぐ見ます、うん、ここでなんかちゃんと入れ物もね、用意してるんで。そう、実はあるんですけどね。あと最後、そうで、ここはあの大吉さんとコラボ動画の時に大吉さんに喋ってもらったのはここですね。はい、そうですね、はい、ここで無茶振りしましたね、はい、ここで無茶振りしました。で、奥が、はい、こちらね、カフェスペースです。いや、違うんですけど、別におしゃんですね。そう、言い方すごいおしゃれになったけど、違うんですよ。受けちゃった、今右腕やけどしちゃったよここでいつも、うん、あのさやとこういう企画やりたいとか、あ、そう、そう、1週間のスケジュールとか、ね、そう、スケジュール決めたりとかするのは作業部屋でやると違うんですよ、だらけちゃうんだよね。そこ暗いんだよね。そう、暗くて気持ちが落ちちゃう時がたまにあるので、なんてところで作業してるんだって感じだけどね、はい、はい、ここでね、ここですね、お茶入れたりとかして、で、また梅昆布が現れてる、ね、どこにでもあるんだってでさ、ここがさやの、はい、さやのお茶コーナーです。そうですね、なんかいろいろお茶コーナー、蜂蜜もあるし、ここですぐお茶沸かして、はい、お茶沸かしてここで打ち合わせみたいな。そう、ただちょっとあのここね、こう日は当たらないんだけど、あのちょっと湿気が多分すごいのでお茶ダメになるんですけど、はい、本当は置く場所としては良くないんですよねそう、はい、昼間だとそこをブラインド開けて日が入る感じになってるので、はい、そういう感じ、そういう感じ、そんなもんかな、そんなもんかな、はい。さあ、ということで、はい、じゃあ最後にお見せするのが、とっても汚い漫画部屋。でどーん。汚っ。さやさん一押しの漫画はどれですか？さやさん一押しは、烈火の炎とか？ああ。ダンジョン飯とか。ああ、さや好きよね。ここ日当たりがいいことに最近気づいて。うん、あ、ほんとね、ちょっと焦ってきた。そう、焦ってきてんのよ。やっちゃったなと思って。で、あとは、僕が大好きゾーンです、ここが。そうね、これはゲンさんのセレクト。ここがもう本当に僕が好きなゾーンです。これ、アキラの一部は下にさっきの部屋にあるんですけど、大友先生のゾーンとか、ああ、キングダムとかこの辺ね。ワンピース。もうたくさんあります、とにかく。はい。はい。でも、入らないのよ。まあ、漫画部屋はこんな感じ。うん、もう何冊あるかわからない、私たちも。今日も僕の家に来てくれた、ありがとうね。そう、お前の家で押し通すんだね、やっぱね。こんなところで、あ、わらちゃんやめてよ。あ、わらちゃん、尻が、あ、尻が、尻が映る。
まあということで、はいはい、夏目さんちこんなとこで毎日ワイワイ楽しくやってるんすよ。いやそうなんですよ、はい。まあ、ちょっと全然紹介しきれなかったんだけど、はい、なんか細かくここが知りたいとか、うん、すごい流してたけどまたここ聞きたいなとかがあったらまたリクエストいただければなんかやるかもしれないので、ゆうさんの銀行口座の番号が知りたいという方がいたら、うん、はい、ぜひご連絡いただければと思います。何すぐゲンさんの銀行口座流出させようとするのお前。それではルームツアー第1弾はこれにて終了させていただこうと思います。第2弾はゲンさんの地獄の墓場編、どうぞお楽しみに。なんだよそれ。これは多分あの動画には使われない。使ってもいいけど。そんな。それはやばい。やばい今。すごい顔してた今。